んにちは、プロドリーフチャンネルです。今日はこちらの少し変わった植物をご紹介したいと思います。こちらですね、あのフィカスサリシフォリアというゴムの木の仲間なんですが、まあ、見ての通りですね、すごい細葉のゴムの木で、こう葉が密集してつくというような変わったものになっています。で、あのサリシフォリアという名前はあのラテン語で、まあ、柳のようなっていう意味があるんですけども、まあ、柳のように見えるかわかんないですけども、すごくあの細い葉っぱで垂れるような感じのスタイルなんですね。で、あのこちらなんですが、管理方法としては非常に普通のゴムの木と全く変わらないんですけども、あんまり背が高くならないので、海外の方では盆栽のような仕立てで、あのすごく人気があったりとかしますね。で、まあ、日本の方でも割と最近流通が増えてきてはいるので、見かけたら、まあ、ご自分の好きな感じで切っていただいて、どんどん枝を出させてあげて、盆栽のように仕立ててあげると、すごく趣のあるような観葉植物になってくると思いますので、まあ、ぜひやってみていただければよろしいんじゃないかなと思います。で、少し夏場とかに肌荷がつきやすいので、豆に霧吹きとか、あの葉っぱを洗っていただいて防除していただけると、あの管理もしやすいんじゃないかなと思いますので、そちらも合わせてやっていただけると効果的だと思いますので、よろしくお願いします。